東京の伊豆諸島で、新たに三宅島などの周辺海域でも軽石とみられるものが相次いで確認されました。沖縄などで被害をもたらした軽石との関連は分かっていません。第三管区海上保安本部によりますと、昨日午後1時ごろ、三宅島の泉崎からおよそ20メートルの海域に白い軽石のようなものが浮いているのを発見しました。このほか、 神津島や新島など伊豆諸島の4つの島の沖合でも軽石のようなものが確認されたということです沖縄や鹿児島などで被害をもたらした軽石との関連については分かっていません伊豆諸島ではこれまでに伊豆大島や四季根島の海岸でも軽石が見つかっていて東京都などが警戒を強めています